はい、皆さん、こんにちは。リッキー社長です。今回はですね、まあちょっとですね、アメリカ大統領選挙2020に関するですね、まあ監査の重要なですね、情報が出てきましたので、まあ、そちらの方ね、ちょっとお話ししていきたいと思います。まあ、今までね、ずっとトランプさん指示だったりね、あの、した人とかにはかなりね、まあ、朗報というかね、もうこれ価値格なんじゃないのみたいなね、情報だったりとかしますんで、まあ、そちらの方ね、あの、お話ししていきたいと思います。あとはまあ自民党総裁選に関するね、あの、お話をしていきたいと思いますのでぜひ、最後まで お付き合いいいただければ幸いで,すで、すまずね、ここで告知なんですけれども、本日、えー、僕のですね、リッキー社長自由チャンネルというチャンネルでですね、新たな動画アップロードしますんで、えー、よかったらですね、概要欄の方に、えー、URL 貼り付けておきますの、ね、で、そちらの方からぜひ皆さん、えー、見に来ていただければとても嬉しく思います。まあ、そちらのチャンネルではですね、こういったマスクとか一切ね、外して、えー、普通にね、あのやってたりとかもしますんで、まあ、興味ある方はね、ぜひ見ていただけたらと思います。すいません、ありがとうございます。というわけでですね、本題の方に移っていきたいと思うんですけれども、 まあこれがです、ねまあ、ずっと、ね、アリゾナ州だったりとか、まあ、今他の、ね、州とかにもここから波及して、ね、いろんなところで監査の、ね、話が出てたと思うんですよ。まあ、一時期はです、ね、この監査自体も、まあ、どうなのと <laughs> 本当にやられんのかみたいな、ね、あの状態で,です、ねまあ、やはり、ね、あの疑わしいような状態だったんですけども結構、ね、順調にきまして、えー、まあ何度か、ね、集計のし直しとかもやってる状態で,です、ね、かなり信憑性の高いような情報が、ね、出てくるというような状態まで来ましたと。とそしてアリゾナ州議会がです、ね、2020年大統領選挙の のその監査結果報告書をですね9月の24日に公開するということをですね、まあ、ウェンディ・ロジャースさんが発表したというところで、まあ、結構ねあのツイッターとかでもねあの、まあ、賑わってたような感じだと思うんですけれども、まあ、最終報告書なんてマジで全部出てくるんだと思うんですけどこれ結構楽しみですよねでこれがですね今現状をその、まあ、今回のね2020年の大統領選の認証取り消しを求める全米の署名がですね今現在93万件ぐらいに上って ているという状態なんですけれども、監査結果はですね、まあ、その24日に出ると、でその間にですね少なくとも100万人の,、ね、あの署名を集めたいというような状態らしいんですけども、まあ、これかなり集まりそうですよね、まあ、なので本当にですね、まあ、数ヶ月越しのですね、まあ、戦いの末、このアリゾナからねマジで風穴が開くかもしれんよという,ような、ね、あの状態になってきたというところでね、ねこれはねすごいことになりそうですよね。まあ、ただ、いろんな妨害も入ってくるんじゃないかなというところであるんで、ま,あちょっとね、まだ油断はできない かもしれれないんですけれどもでしかも他にもですねこのアリゾナでねまた新たな情報として、まあ、ずっとねその、まあ、監査においてですねそのルーターの部分がめちゃめちゃまあ重要というか鍵だったわけなんですよ。でそれでトランプさんもずっと、えー、ルーターよ起こせ、ルーターよ起こせというような、ねまあ、要請をねずっとしてたわけですが、ずっとこう出さなかったわけですよね、アリゾナ州議会は。なんですけど、その争奪戦にですねアリゾナのねあの共和党の方が勝利したようで、ですねルーターとログとあとはドミニオンに関する その監査が、ね、ようやく実施できることになったという感じで,です、ね <laughs> これねあの、ウェンディーさんもですね我々は勝ったというようなことを言っていて、まあ、犯罪的な不正行為の証拠はすべて検事総長のオフィスに紹介されるという形で、でこれが分かると、その他の州とかでもその、まあ、不正があったというふうに、まあ、言,わ言われていると思うんですけど、そういったものも、まあ、関与した人間は結構追われてくるんじゃないかというところで,です、ね、ずっとトランプさんは、まあ、このアリゾナだ、アリゾナだと。 のまあ一方でいろんなねところからアイゾナなんてちっちゃいんだよみたいなね話あったと思うんですがここまで来るとねやはりまあトランプさんは、えー、言ってたことは正しかったというよう状態になってくるかなというところでですね、まあ、これがね結構まあ今ですね自民党総裁選でめっちゃ持ちきりだと思うんですけどこの件は結構重要なねあお話だと思うんでちょっとこの辺注目していきたいですねだからある意味ですねまあ歴史的な瞬間というか本当に前代未聞ので ですねまあ何ていうんですかね、そのひっくり返りというか、まあ、ジャイアントキリングっていうんですかね、まあ、バングルバスみたいな、ね、あのことが起きるんじゃないかと。で一方で、今、JP も火の車みたいな状態になっていますから、まあ、その辺はは、ね、どうなっていくのかっていうところであるんですけれども、今回の,このアリゾナの結果をちょっと、ね、注目して見ていきたいと思いますんで、まあ、この辺に関する、ね、あの新たな情報とかも費、ね、用ごとに出てくるかなと思いますんで、ね、あの僕の方からも随時、えー、見つけ次第ですね、お話をしていきたいと思います。で次のお話なんですけれれども、まあ、これが自民党 総裁選に関するお話なんですが、あのあの記者クラブの討論会見られた方いますかね、あのすごい、なんていうんですか露骨というか、どこに公正公平っていうものがあるのかというのがですね、もう、あのなんていうんですかね、見ていて、もう丸分かりなぐらいですね、分かりやすいぐらい高市さんを下ろすのに必死になってるなっていうところで、でしかもその、まあ、結構ね、重要なキューブポイントである、その対中国だったりとか、対韓国に関すること、あと憲法のね、あの部分の、まあ そそういった重要問題に対してですねその発言、まあまあ、質問を、ね、投げかけられたあのその発言を許されたのがですねなんと河野さんとあの岸田さんだけというところでですね、まあ、どんだけそを上げたいのみたいな、ね、あの状態なわけですよでそしてその河野さんに対するです、ね、そのアップアップがですねかなりまあ激しいのは見て取れるんですけど、まあ、それに対してですね、まあ、高市さんに対してはもう下げ下げを、ね、ずっとして感じたというところでですねもう本当に、ね、去年の2020年の大統領 今本当に日本バージョンみたいな、ね、バイデン対トランプえー、日本バージョンが今、起こっているみたいな、ね、あの状態だったりとかするんでもうこんな、ね、その公平性が、ね、全くないような、まあ、ある意味、変更報道というか、まあ、変更運営っていうんですかね、まあ、そういった状態で討論会っていう、ね、名目としてやるっていうのはもうどうなんだろうなっていう風ね普通に思っちゃいますね。 で、しかも信じられないことに、これもね、ツイッター上で結構ね、映像、まあ映像、音声ですね、が流れてるんですけれども、その途中ですね、記者の人がですね、まあこの質問4人に、まあ、聞いちゃっていいんですかねっていうその言葉が、あのマイクで、ね、拾われちゃってるっていうね、 あの状態だったりとか、もうこれもうダメですよね、完全にね。まあ、ライブ中継っていう形でね、まあ、ちょっと期待はしてたんですが、まあ、案の定ね、こういったことがあったりとかして、まあ、本当に情報とか知らない人とかからすると、まあ、流し見とかね、まあ、もっと言えば見ない人も多いんだと思うんですけど、えー、こういったね、話が、ただただ、えー、まあ、 知名度のあるようなその高度さにね、まあ適当に表入できるような方、ね、とかも出てくるんじゃないかなと思いますし、まあそういった部分ね、ちょっとね、本当に まあこういったですね、クソメディアの愚行っていうのがですね、どんくらいのね影響力があるのか今のところわかんないんですけどね。ただネット上では高市さんマジでダントツの1位だったりとかするんで、ちょっとねネット上のね結果っていうのをね、ちょっと信じていきたいなというふうには思うんですよね。現在、テレビを見るよりもね、今もうスマホとかそういったものをね見てる時間の方が長いというね、統計は出ていたりとかもしますんで、その部分で言うと結構 YouTube とかね、そういったところでも高市さんの,その論破映像というかですね、そういったね、 あの、切り抜きみたいなのとかも結構出回ってますから、まあそういったものがね、あの、多くの方の目に留まるようになっていけばいいのかなと思っております。まあしかもね、高市さんは、まあ、ツイッターとかもね、あの、新たにまあ始めたということもですね、ちょっと前にあったんで、まあいろんな方にですね、まあ認知度はね、さらに、えー、拡大してっていうような状態になってるんかなと思いますね。まあそもそもその討論会という場で、まあなんて言うんでしょうね、あの、みんな、その4人全員がですね、発言権持ってるはずなのにもかかわらず、まあその河野さんと、 えー、そのですね、高市さんの討論のですね、まあ、時間。 を、ま、計測したものがあるんですけど、それを見るとですね、河野さんは20分以上の時間をもらっていて、え、それに対して高市さんは11分しかもらってないという形で、ほぼ半分以上時間が違うわけですよね。で、しかもその、ま、理由っていうのがですね、まあ、その大臣だからとかね、そういった理由で、ま、集中的にね、まあ、明確な違いを出すためだみたいなことを言ってるんですけど、いや、もう明確な違いも結構出てるよという状態だと思うんですよね。で、しかもその河野さんに関しては、 あの、ニコ動のですね、主催のその討論会では、ま、この人ね、ブロッカーで有名なわけですよね。ツイッターとかで、ま、自分でエゴサしてんのかなんか知らないんですけど、ま、エゴサ大臣って僕は呼んでるんですが、ま、片っ端から自分に対してま、批判というかね、なんかいろんな意見があるようなね、あの、そういった投稿とかあると、その投稿者をずっとね、ブロックしていくっていうようなね、あの、ツイートブロッカーなわけですよね。で、それに対してね、あの、聞かれた時に、相手が芸能人であれ、政治家であれ、え、バリ雑言をその人に見せることはできない という,ふうに、ね、あの述べて引き続き、まあ、ツイートブロックはえ続けるよみたいな、ね、ことを言ってるんですけれどもあの政治家がこういったことをするのって結構やばいと思っていてだって要するに自分にとって気に入らないようなそういった意見があったとしたら国民だろうが何だろうが、えーまあ、意見聞き入れんよと言ってるのと、まあ、変わらないと思いますしでこの発言から見るにです、ね、そのこの人はです、ね、多分おそらく自分のことを完全無欠ぐらいな感じで多分思ってると思うんですよ。もうかなりのなる とと思思ううんんでですすよよねねあのナルシストだと思うんですよ、ね、でしかもまあ、分かんないですけどまあ、今回もねなんか知んないけどバックアップで、ね、パパ出てきたりとかねあの高のシニアが出てきたりとかあのしていたりとかもしてるんで結構ちっちゃい頃からもてはやされてきたそういったタイプなのかなという感じでですね、まあ、どういったね教育を受けてきたらそのこういう人になるのかなっていうのはちょっとね あの疑問の部分が多いなという感じですよね。なんでこのバリゾーンとか言ってるんですけど違うと、えー、そういうものじゃなくてそれはねただのあなたの現実逃避の形であるというふうに言いたいなと思っております。もう4文字熟語は種類違うよっていう話ですね。 なんで、まあ、こういった人はね、今ね、なんて言うんでしょうね。あの、まあ、総理大臣になろうとしてるっていうのはですね、もう本当日本やべえなというふうに感じるほかないんですけれども、で、しかもメディアとかね、そういったところも、おそらくこういう人の方が、ま、操作しやすいんでしょうね。まあ、今までの傾向とかからも見るに、まあ、いろんなね、そういった目立つような発言とかもね、今までいろいろしてきてる方であると思うんですけれども、結局のところね、ライブの場とかになってくると、結構抽象度の高すぎるような話だったりとか、 全くもってその自分の考えないでしょあなたっていうようなねことしかねこう言ってこなかったりとかもしますんでなかなかですねそういった人にねそのまあ、えー、国がね統治されるっていうのはもう恐ろしくて仕方がないなとほんと何やるか分かんないですからねマジでもうそういった部分からもですねこの、えー、なんか自分に対するですね意見、えー、そういったものが来た時にですねもう全く、えー、耳を貸さないというようなこういった傾向からですねこの方はもももももうそも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 なんですけど政治 自体に向いいてないと思うんででまあ色々ですねちょっとね、この辺で、えーまあ、どうにかしてほしいなというふうに思うところですね。で、一方で、高市さんに関しては、結構 YouTube 上とかでも結構ね、流れてくると思うんですよね。いろんな番組とかに出てきていて、まあ、橋本徹さんとかも完全論破されてたりとか、いろいろあったと思うんですけれども、もう自分の意見がですね、明確に、まあ、あらゆるポイントに対してですね、こう張り巡らされているような、ね、傾向が見えるなというふうにね、い、ま、ろ、あ、んな、ね、言葉 まあ見てるにです、ね、思うところであるんで、まあ、こういった方がです、ねまあ、総理とかそういった立場になるべきなんじゃないかなと個人的には、ね、あの思っています。別になんか好き嫌いとかじゃなくて、リーダーシップの部分とかね、そういった扇動力とかね、そういった部分から見ると、この4人の中で圧倒的に高市さんがそういった部分では高いのかなと思いますし、現実的なね、あのそういった対策とかもね、明確にされてたりとかするんで。 まあそういった部分から、まあ僕は全然ですね、まあそういったね、偉そうなこと言える立場ではないんですけれども、あの個人的にはですね、まあこういった方の方が応援したいな、応援しやすいなというふうにね、思うところですね。で、しかもなんか普通にね、日本のことちゃんと考えてるんだなということがめっちゃ伝わってくる内容だったりとかするんで、そういった部分からもですね、まあ政治素人の、ね、僕から見ても、この高市さんが、まあ今回の、ね、自民党総裁選に関してはですね、まあ勝ち抜いていく必要があるのかなというふうに感じております。まあ今までのですね、歴史というか、まあ 時代がね、大きく変わるような、そういった方なのかなと感じてたりもしますんで、まあ、ちょっとですね、今回のね、この高市外しとかいろいろあったんですけれども、まあ、これもね、全部想定済みだったとのことでですね、まあ、これにちゃんとね、あの対処していきますよみたいなことをね、ツイッターでも言ってたんで、まあ、なかなかですね、着物座った方なんだなと、すごいなっていうふうにね、すごく感じております。まあ、結果的にですね、まあ、どういった方向に行くのか、今、ネットの方がね、力強い、そういった比重にはなってきてるんですが、もうマスコミとかね、 そういった、えー、まあ何て言うんでしょうね、こうヒエラルキーが完全に存在するような、ね、あのところでは、やはりね、操作しやすいような方をです、ね、前に出したい、表に立たせたいっていうところがあるのかなと思います。まあ、今回の、ね、JB に関してもそうだと思うんですよね。結局、バックにはです、ね、いろんなやつらがいて、まあ、そういったやつらにまあ後押しというかです、ね、いろんな指示とかをされてね、今のバイデンがいたりとかもすると思いますんで、まあ、そういったね、くぐつ状態なのかと、マリオネット状態なのかなと。 だ続いてきたのかなと思いますね。ここでですね、まあ一つね、くさびを打つには この方が必要かなという,ふうに感じております、まあ、とりあえず言えるのは、ツイッターでね、自分に対する意見は倍、ね、増ンとか言ってねあの、ブロックするような方は総理に確実に向いてないと。これはもうどんなに政治とかね素人だったとしても絶対分かる話だと思うんで、まあちょっとね、そういった部分はですね、多くの方が周知していくべきなんじゃないかなというふうに思っております。まあそれだけでなく、まあもちろんね、実績とかもね、あるのであれば、そういった部分もね、あの知られていくべきだと思うし、まあそういったね、部分の比重でですね、あの どういった方を選別していくのかというところがですね今の日本の考え方としては結構必要なのかなと いうふうに感じております。まあ、なんでね、この辺に関してもね、また新たな情報出てきましたらね、僕の方からも話していきたいと思いますんで、えぜひ皆さん、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。で今ですね、まだまだね、この YouTube の、えー、規制とかね、そういったものがまだまだ厳しいんで、さっき言った日自チャンネルだったりとか、その他のね、SNS などの URL は概要欄の方に貼り付けておきますので、そちらの方からフォローと追加、チャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いいたします。というわけでですね、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。それでは皆さん、バイバイ。